どうも、あいちゃんです。日頃から勉強法に関する相談っていうのはね、多くいただくんですけれども、その中でもよく目にするのがですね、効率のいい勉強法を教えてくださいっていうのと、まあ、勉強法の正解を教えてくれと。まあ、この二つがよく目にします。まあ、似てますよね、両方とも。で、ただですね、勉強法の正解、これがベストアンサーですっていうのが見つかってたらね、私は今億万長者になってます。なぜならその本を出して、もうこれをやればみんなが成績上がるって、みんながそれ買ってくれる。おっしゃってなるわけですけど、そうなってない。いろんな方がいろんな勉強の本を出したり、動画を出したり、サイトで書いたりしてるわけです。もちろん似てるものもあります。けれども、違うのは、その方によっての、その方に合った勉強法、まあ、成功事例が違うんですよね。だから今ご覧いただいている、まあ、何人の方がこれを見てるかわからないですけど、 A さんにとっての、 B さんにとっての、 C さんにとってのあなたにとっての勉強法は違うわけです。だからこれっていうのは、まあ、たくさん動画で喋ってきましたけども、まあ、言うことができないと。ベストアンサーはであるので、ちょっと噛みましたけど、であるので、今回はですね、勉強法の中でもこれはやっちゃいけないよっていう、つまりこれをやれっていうのではなくて、これはやらない方がいいぞっていうのを3つ紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは改めまして、1つ目のキーワード参りましょう。それが丸付けです。丸付け。さあ皆さん、丸付けってどのタイミングでされますかと言ったらね、いや問題解いたらするけどって思うと思うんですけど、この丸付けにおけるやってはいけないことというのは、丸付けを後回しにすることです。で、これはなんで後回しにしちゃいけないかっていうと、例えば見開き2ページ、まあ、算数とか数学の問題解きますよね。で、解いて、で後で丸付けをします。で、だいたい人っていうのは丸付けした時に何を見るかって、正解か不正解だけなんですよ。まあ、当然そうなりますよね。でも例えば不正解だったものも、さっき解いた、自分で頑張った思考過程、どういうふうに考えたかっていうのが、もう休憩とか挟んだり時間が空いちゃうと薄れちゃうんですよね。だから解説とか読んでも、何がミスったのか、何がミスの原因だったのかみたいな部分が分からなくなっちゃうんです。で、これってすごくもったいなくて、例えば自分で考えたものが鮮明に残ってる時だったら、あ、そっかって、この部分の考え方が間違ってたんだっていう、自分の中のミスした原因が直でピンポイントで直せるんですよ。で、しかももっと言うと、ケアレスミスを発見しやすくなります。自分のケアレスミスのしやすい癖ですね。なので、必ず丸付けは後回しにしないでください。で、これもう一つ理由があって、実はこっちのが厄介なんですけど、さっきは間違った問題の話をしましたね。違うんですよ、正解だった方です。で、こっちが厄介なんです。で、なんでかっていうと、正解した問題の中には、皆さん解いてて、解きながらちょっと怪しいなとか、ちょっと勘が入って解いてる問題とかありません？それ印つけます？皆さん、勘がある時、まあ、自分印つけろって話をするんですが、まあ、それちょっとね、話がそれるんで一回置いときます。で、それが何もつけずに、まあやっときますよね。で、休憩とか挟んだ後に丸付けをしたら、丸だったものが、あ、これそうだ、勘だったから確認した方がいいなっていう記憶、ほぼほぼないですよ。だから丸だったから、もうそれで OK になってるんです。で、そうすると、同じような問題を次どっかで出会った時、その時にもまた同じです。あれ？これってこうじゃない？勘だけど大丈夫かなって思って解くんですよ。それがテスト本番とか、受験本番だったら恐ろしく感じません？勘だったらどうしよう、勘でね、合ってるかな分かんないけどってやります？やりたくないじゃないですか。だから解いてすぐだったら、勘だったものの記憶が鮮明に残ってます。もちろん印をつければ済む話ではあるんですが、自分が落とし穴になりそうなものをきっちり埋めていくためには、すぐ丸付けをすれば記憶が鮮明に残っているので、間違った問題も、正解でちょっと勘が含んでた問題もより定着しやすくなりますので、丸付けのタイミングは極力やってからすぐっていうのは徹底してください。で、最後におまけに一つだけ付け足すと、よく丸付けをするときに量をやりすぎている方がいます。特に中学生以上に言えることなんですけど、例えば見開き2ページとか、もっと言うと4ページ6ページやってから丸々まとめて丸付けたりします。で、これが正解が多い場合は大丈夫です。丸ばっかりだったらいいんですけど、めちゃめちゃできない問題がいっぱい連なってるのに、すっごいストックを溜め込んで一気に丸付けはやめましょう。もし難しい問題とか、ちょっとこのページ苦手だな、できないなと思ったら、もう2問3問で丸付けとかでいいです。かなり細かく丸付けして次にやってください。であれば、
こう2問ちょっとやって分かんなかったけど丸付けしました、あそうかこうやってやるのかっていう、そこでねもちろん答えで確認してますけど、それでもちょっと力がついた状態でその後の問題にチャレンジできるんですよ。練習問題としてさっきよりレベルが上がった状態でチャレンジができる、その方が勉強効率も上がるしモチベーションが下がりにくくなります。わかんねえわかんねえわかんねえってもう辛くなっちゃうからね。なのでその丸付けのタイミング、さっき話したことも含めてですけど、そこを気をつけてください。そして2つ目が音楽を聴きながらの勉強です。でこの質問もすごくね多くいただくものなんですが、基本的にはいいですか、基本的にはやめた方がいいです、音楽を聴きながらの勉強で。ここで言う音楽っていうのは歌詞がある、J-POP とかね歌詞がある音楽を指しています。例えば環境音、雨の音とか自然音とか、あとはヒーリングミュージックとかクラシックとかではちょっと除外します。でもあんまりそれに慣れてしまうっても良くないと思うんですが、結構図書館とかもね流れてますもんね、オルゴールミュージックとかクラシックとか。だから歌詞のあるものは基本的にやめましょうっていう話です。でこれはですね、よく歌詞がある音楽を聴きながらの方が集中できますとか、勉強が進んでる、時間がね1時間集中できましたみたいなのを結構聞くんですよ。うちのね塾講師時代の生徒もよく言ってた、それ言ってたんだけど、もうねバシッと言う、それは勘違いだって、勉強に集中したんじゃないって、音楽を聴くのに集中してるから時間が早く経っただけだぞって言ってます。これがね言われて不快に思う方もいると思います。てか俺自身がもともと音楽を聴きながら勉強してた人間なんですよ。人間で、ただ自分の中で効率が悪い気がしてきたんです。記憶の定着が遅いって感じてて、なので試したんです、何回も。1時間音楽を聴きながらの勉強と1時間音楽なしの勉強でたくさんこうデータを取ったら、やっぱり自分はですよ、自分は音楽がない方が確実に定着率が高い、英単語暗記する量も1時間っていう枠でも多くつけて覚えることができるし、問題が進むペースと問題数も多くなる、後々復習した時の定着率、記憶に残ってるパーセンテージも上がると。なので、その経験と、あとはうちの生徒のね実践した経験から言うには、そこはやめた方がいいと思ってます。ただ2つ付け足して喋りたいことがあって、まず1つ目はそれでも音楽聴いていいぞっていう時があります。勉強っていうのは短距離走ではなくてマラソンです。長い期間勉強しなきゃいけないですよね。テスト勉強とかでも2週間とかあるわけなので、それをずっとずっとこうやって、同じ集中力でいきたいですけど、なかなか、いや今日はもうなんか集中できんみたいな時があるじゃないですか。そういった時には気分転換の一つとして時間を決めてやるんだったらいいよって。でその音楽を聴きながらの勉強ですよ、例えば30分だけとか1時間だけとかだけだったらいいです。でその時にやるものも決まってて、暗記ものはダメです。暗記ものはダメ。何がいいかっていうと、昨日とか一昨日前にやった問題を覚えてるかなっていう確認作業だったら OK です。だから暗記ものと、あと初見の問題、初めましての問題は基本的に音楽を聴きながらはやめましょう。いいですか。気分転換でやるときは必ず時間を決めること、音楽を聴く時間ね決めることと、前もってやった問題を覚えているかな、つまり反復の部分です。反復作業の時だったらいいという、この条件だけは覚えておいてください。そしてもう一つはですね、これうちの生徒でいたんですけど、それでもね、こういう話をしてたわけよ、塾講師の時も。それでも、私音楽聴くからっていう子がいたんです。でもその子の言い分はかっこよくて、その子成績一桁取ってたんですよ。順位。あ、得点じゃないですよ。順位が一桁。だから、だって音楽聴きながらが、その効率悪いのはなんとなくわかるけど、私はこれで結果出してるからいいでしょっていう子だったんですよ。これはいいと思いません。だって、さっきも言いましたけど、勉強法に正解なんてないんですよ。自分がこれで結果を出せてるんだったら文句言えないよねって。もし今これをご覧いただいている方の中で、それでもどうしても音楽を聴きながらやりたいと思ってる方は、それで結果を出せばいいんです。そしたら文句言わないもん。だって俺も思ってないし、こういう動画撮ってますよ。一般論で話してますけど、別に音楽を聴きながらがやってたらね、もうさ、その言ってさ、イヤホン撮るみたいな、もうしないっす、しないっす。それで結果が出せるならいいんですもん。自分にそれが合ってるんだから。それはもう胸を張ってやってください。ただ、どうしようどうしようってなったりとか、結果がうまくいってないんだったら、一回離れましょうっていう話。音楽を聴いてる状態からね。そういう風に受け取ってください。
そして最後3つ目がチェックです。で、これ問題のチェックの話なんですけど、これもすごくシンプルで、例えばワーク、学校のワークとか問題集とかやるときに、2週3週やってねなんて話は多分誰かに言われたことありますよね。自分もよく言いますけど、同じ問題3週ぐらいするんですよ。で、その時にですね、これ本当にやりがちなんですけど、勉強の方法が作れてない方に多くて、同じ問題を本当に3週やっちゃうんですよ。つまり、ここに見開き2ページあったときに、1回目、で、何日か経った後に2回目で何日か経って3回目っていう、これ絶対やめてくださいね。そこはやらなくていいじゃないですか。やるべきなのは、繰り返すべきなのは間違った問題とか、正解だったんだけど勘だった問題、ちょっとね、こう自信がなかった問題っていう、そういう部分ですよね。そういうのをちゃんと印をつけてってください。チェックをつけてってください。つまり2回目に楽をするためにチェックをつけるんです。だって全部やるのめんどくさい、いつも。そう、問題数が減っていけばいい。1回目20問だったけど2回目は10問に減ればいいんです。で、2回目やった時にまた印をつけるんです。3回目やる時にはそれが4問に減ったらいいじゃないですか。どん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 減っていって、ピンポイントで自分が反復しなきゃいけない問題が見つかっていくんです。そのピンポイントで見つかったものを繰り返すから、自分の力が確実にレベルアップしていくんです。なので、そういった意味でどんなね、問題集でもそうですけど、印をつける、チェックをつけるっていうのは必ず意識してやっていってください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。もうね、やらっちゃいけないよっていう勉強を話してるつもりが、これをやってねみたいな話にね、ちょっと裏返してなっちゃってる部分もあったかと思うんですが、ぜひね、今回3つお伝えしたものは、どれかやってねっていうレベルじゃないです。絶対やってください。絶対やったら伸びますから。で、これをやってないがために、例えば落とし穴にはまってるがために勉強効率が悪くなってる方は少なからずいます。だって俺が見てた生徒って、この今ね、視聴者の方の本当何十分の1、何百分の1っていうレベルだと思うので、それでもあんだけいたんですから。でも最初ってなかなか慣れないんですよ。今まで自分でやってきたスタイルを徐々に変えるのって難しいので、だからそこは慣れるまでちょっとずつね、違和感を持ちながらの繰り返しにはなるんですが、すぐ慣れます。2週間3週間続けたらもう体が慣れてきます。で、それでやったがゆえに、あ、確かに効率がいいかもってっていう感覚がつかめてきます。で、ちょっとこれはエゴになりますけど、私のそうなってきた時に、そっからアレンジするっていうのを大事にしてください。いつも言いますけど、勉強法に答えはありません。皆さんがアレンジするんです。今回自分が伝えたこと、他の方から聞いたこともいいです。いろんなものをミックスしてチャレンジして、この部分はこうやったらいいかもとかね、さっきのチェックの印をつけるものだったら、私はこういうのにチェックをつけてねみたいな話をしましたけど、私はこういうものにチェックした方がいい気がするなって、誰も言ってなかったけど、言ってないから大丈夫かな、いいんです、いいんです。あなたがそれがいいと思ったらそれが答えですから。だから自信を持ってアレンジして、いろいろ勉強法をチャレンジしていってもらえたらと思います。はい、ということでここまで本当お付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日の動画でお会いしましょう。それじゃあ今週1週間も頑張りましょうね。またね、バイバイ。